はい、おはようございます。今回ね、ちょっと片引き井戸のね、扉が外れるっていうようなね、症状がポロポロ起きるそうなので、それのね、直し方っていうのをね、ちょっと見ていきたいと思います。今現状ね、こうやって、金具が外れたような状態で、どういうかな、この本がね、もう完全に外れてしまっているような状態ですけども、こいつをこのね、ここに合わせる。これでハマったように思いますけど、もうここにいるとね、ここのね、爪がね、上に上がったような状態になっています。こいつがきっちり下にはまると上手にはまったような状態になるんですけども、これがね、他の部分はこう上がってると外れる。で、こんな状態になってたらね、外れないんです。今日はね、ちょっとこの片引き移動のね、外し方っていうものをね、ちょっとやっていきたいと思います。うちのね、縦具、長井さんの縦具なんですけども、この部分ね、この爪を、上に上げる。で、ここにね、引っかかりがあるので、ちょっとね、扉を上に上げてもらって、押すと、こういう形でね、外れます。で、反対側も同様にしてもらうと、扉の方が外れるというような形になります。はい、次はね、扉がね、このような状態でね、金具が外れてしまったというような場合は、これはね、この向きで、はめてもらうと。こういう感じで、奥までね、なんかはめてもらって、さっき見てもらったように、この爪が、この状態ではまたね、ここ外れてしまうんで、ちゃんとね、この下にガチャッとはまってるような状態にね、していただくと、やってもね、抜けないような状態です。で、こいつが上がると抜けるので、きっちりね、はめ込むっていうことをね、していただくと大丈夫かと思います。はい、こんな感じです。どんだけ広がっとうか、植えとうか。